りました。六甲おろしを演奏させてもらいました。これはあの私たちの音楽仲間の編曲が好きなちょっと変わった人なんですけれども、その変わった人がアイニクライネ、ナハトムジークとそれから六甲おろしを掛け合わせたらちょっと面白いんじゃないかということで、私たちブリーザーランテのためにこの曲を書いてくれました。で、まあ、世の中にはこの曲は出回っていません。でもう一つ出回ってない曲なんですけれども、もう一つは、コッペリアです。バレエ音楽のコッペリアなんですけれども、その曲を1年前に大阪音楽大学の高橋徹先生にブリランテのために演奏あの編曲をしていただきました。で私たちの弱点もいいところも分かっていただいた上で書いていただいた曲ですので、あのブリランテの響きにぴったりの曲に仕上がっています。今日もあの公では2回目になると思うんですけれども、コッペリアの演奏をさせていただきます。3曲ありますのでどうぞお聴きください。